然曲がらんすね。曲がらない。もうちょっと曲がってくれよ。携帯電話は？携帯電話 OK です。OK なんだ。もちろん。門限は？門限は12時ですね。結構遅いね。結構遅いのはやっぱ練習場のバイトとかがあるんで、はいはい、そこの終わる時間に合わせて一応12時、ちょっと遅めに設定されてます。うん、じゃあその夜ご飯とかはどうするの？ね、寮のご飯っていうのはないんで、寮のでもすぐ近くに本当あの安い定食屋さんがあって、何ていうところ？半田屋。半田屋？半田屋。東北福祉。ゴルフ部の行きつけの半田屋は多分結構一番行ってると思います。何が美味しいの半田屋さんの？半田屋の唐揚げ定食。あ、そうなんだ。じゃあみんな結構じゃあお金かかるね、その夜ご飯食べなあかんから。でも400円ぐらいなんですよ。めちゃくちゃ安いね、はい、じゃあ授業とかは？授業も、もちろんあります。出てる？出てます、出てます。え、それはゴルフ部はさ、みんな同じ学科なの？同じ授業があるんで、みんなそれ一緒に行ってました。絶対うるさいよ。いやいや、もう喋らないですよ。寝てる？いやいや、寝てないですよ。真面目に。真面目に？はい、聞いてますけど。156168なんで、7番アイアンでいきます。そうそう、追撃態勢入らないと。一番さん、今3アンだよね。はい。これで東北福祉の選手に勝ったらやっぱり言えるんで。146157、はい、距離的には165キャリーぐらい打つつもりで、あのちょうどやと思います。傾斜と風を全部加味して。ねえ。ナイス。はい、ありがとうございます。今のとかはさ、はい、こうちょっとアゲンストやん、はい、でもしかしたら垂れへんなと思うかもしれない。はい、その時にじゃあちょっとロフトを立ててぶつけに行くっていう時もあるの？ないの？それはそういうことするんやったらバンって上げます。僕はしっかりと小細工するんやったらバンって上げる、うんうん、そうですね。まあ、僕から行きますね。これマッチプレーの作戦ちゃいます？俺から行きますね、遠いんで。後輩の下手を使って先にぶち込んでくる作戦、そういう手の乗ろう。先です。ありがとうございます。まあ神様は俺に微笑んでいる。ああ、惜しい。ナイストライです。ありがとうございます。追いつけんかったな。ナイスバディです。今のもあれやろ、作戦やろ。何ですか？僕先行きますって。いや、僕の方が遠かった。マッチプレー遠い人から打たないと、あの打ち直し要求されるんで。大学時代とかあんまりガンガン行くタイプじゃなかったんですけど。そうなの？はい。プロなっていく上で、ツアー勝つにはどうしたらいいんやろって考えた時に、やっぱ圧倒的にバーディー数は必要、うんうん、っていうのにたどり着いて、まあ、それいる取るためには飛距離もそうですし、ガンガン行く精神力も必要やし、それをねじ込むパターンも必要やしっていう、すべてそのバーディー数を増やすために結構努力しましたね。今右アゲンストですかね。そうやね。ピッチングでフルショット。はい、ありがとうございます。うまいな。僕もピッチングでいきます。おお、いい感じ。
てる。大きいな。ちょっとアドレナリン出ちゃいましたね。はい。さっきライン読むときにさ、はい、まあ仁王立ちにしてたよ。仁王立ちと、うんうんうん、なんかピースしてはったよ。ピースじゃないです。これ指ね。なんか最近一回アダム・スコットがやってさ、はい、そうそうそう、すごい流行って、流行ったっていうか、はい、注目されたけど、それは実際なんていう、うん、これエイムポイントっていう技。エイムポイント。エイムポイント。ほんほんほん、技というんですかね、技ですか、ね。何を見てるわけ実際それで。これは足こうスタンスバッと開いて、うん、傾斜の強いところに足を合わせて。うん、でそれの角度を自分の中で決めるんですけど、うん、例えばそれが傾斜が1とか2とか3とか4とか5とか、うん、数字が増えていけば強くなる、うん、その分曲がるんですけど、うん、その傾斜が1の時には指の数が1とか、お傾斜がこれは2やなって感じた時は2、はいはい、じゃあその自分の中の何かこうで、自分の中のやつがないとできないってこと、はい、そうです。でもその1とか2は基本的にはみんな一緒のはずなんですけど、 それをちゃんと1とか2、3、4、5感じれるかどうかですね、うんうん、じゃあ足の裏が結構大事って大事ですね。じゃあ足の裏で感じて、はい、それを実際指で、うん、でボールの ポジションボールの距離によってラインも変わってくるんですけど、うん、ボールとカップの距離でボールのところに立ってその先一番傾斜が強かったところの数字1とか2をカップに合わせてでこのカップの右カップに合わせたところと左のこの指のちょうど狙い目がこれ指のこの左のところが狙いですよっていうシンプルなんですけど、なるほど。それが2やったらその左の指のところは2ですよ。そうそう、2なんでちょっと曲がり幅が増える。はあ、じゃあ4とかあるの？4とかもあります。5やったら次 5本。あ、そう、 10まであるの？10、そうですね。10ぐらいまでいったら難しいんでもう全然こうはやらないんですけど、これやったら、まず一番傾斜が強いなと思うところをざっと見てみて、多分この辺が一番強いって今感じたんで、ここで一旦こうやってみ、立ってみるんですけど、この時に左足がちょっと高いなって感じが今したんで、でも今のは僕の中で1に満たない傾斜の角度やったんで、次ボールでこれ測った時に左スライスなんで左をカップの真ん中からちょっと左側に指を当てて1にしてみる。で片目でもちろん見るんですけど、で左こうやったらボール1ボールちょっと曲がるなっていう感じですね。でもグリーンの速度にもよってこの距離感が変わってくるんで、曲がり幅が変わるんでここも変えていきます。結構難しいんですよ。これでもほんまにちゃんと講義受けてやらんと分かれへんっていうか、はい、だから今のは本当だいぶ触りだけなんでなかなか真似はできないかもしれないですね。じゃあ、惜しい。ナイス。上から弱いですね。ナイス。まだまだありますね。一打差。じゃあ、5アンダー。そうですね。この川君の時はもうね、この辺でね、もう5打差ぐらい出てめちゃめちゃいいとこ。なんかこういう時強いね、やっぱね、最初と最後、ね、絶対ドライバーで打って短い方がバーディー取れるんで。そうだね。ナイス。ナイス。ドライバー持つのと、はい、アイアン持つののバーディー率が全然違うっていうのは、はい、やっぱ100ヤード以内と100ヤード超えた時のバーディー率って絶対
全然、うん、PGA のデータでも全然違うんで、うんうんうん、でしかもこういう時にドライバーバッチって振れるように僕も練習してるんで、ここで振らないともったいない、何のために練習してるんやろってなるんで、はい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 、最終日最終組入賞争いしてて、はい、一打勝ってますと、はい、なった状況でもドライバー落ちたい、はい、一打勝ってたら刻みますそこはやっぱ勝負ね。そうです、そういうのはあの もちろん勝負の流れとかのタイミングってあると思うんですけど、うん、状況によって変わることはもちろんありますけど、うん、ドライバーでこういう狭いとこでも握れる練習を普段からしとけば、あのいつか打てるようになってくると思います。50ヤードはこれ、アゲン、右ややアゲンストで、うまい、おお、ナイス、ありがとうございます。大きいか、絶対ここはもうバーディー取るしかないですね。いいわ、ピンが少し手前なんでちょっと出します、あの技を、スピンかける技を。42ヤードおお、かかってる、でかいな。でもこれは最後に追いつけるか。どうやった、久しぶりのロッパブ。楽しかったです、うん、はい、高校でも高校の時ももはや上手いからさ、スコア出てたわけやん。いやでもこんな簡単にサクサクとはやってなかった気がします。ってことはやっぱり自分のポテンシャルが上がってきた、うん、だいぶ上がってますよね、やっぱり、うん、上がってないと泣きます。まあまあ僕に関してはもうむちゃくちゃ上がったからね。ロッテブパブ言ったら相当難しいことだそうですよね。4対3、4対3です。いやー、これ入れたらもうユウさんの勝ち目ないと。そうだね、しっかり、あー抜けた、全然違う。 OK、 入れます。今まで散々なプロにボコボコされてきましたからね。今日は3連敗は許さないです。ミカポチス、めっちゃ跳ねた。いやいや弱いです。弱いし。ナイスです。ありがとうございます。3連敗です。いや最後ちょっと弱かったな。なよ。こういうとこですね。ゴルフレックス宿川っていうインドア。あ、インドア。はい、よくそこで練習させてもらってるんですけど、そこで外の練習場は？外の練習場は OGM、あ、サンダーのそこゴルフプラザ神戸。あ、そうなんや。とか、西宮市の上ヶ原ゴルフセンター、アコーディア甲子園浜。いるんですけど、まあ、ぜひあのワイルドなアドレスから膨らせるワイルドなスイングを見かけた方はぜひ声かけて多分僕なんで声かけてください。まあワンポイントぐらいくれると思います、はい、今後が活躍が楽しみな田村光雅選手でした。ありがとうございました。ありがとう。